母と共に、アフマダーバードに向かう、アブドゥルラヒーム・ハーンアブドゥルラヒーム・ハーンは、北、インド、ムガル帝国の大臣であり、作曲家、バイラム・ハーンの息子でもあり、父と同じハーン・ハーナーンの称号を保持していた。アクバルと幼少期のアブドゥルラヒーム・ハーン1556年12月7日、ムガル帝国の最少であり、摂政のバイラム・ハーンとその妻であるジャマール・ハーンの、 娘との間に生まれた。1560年、当、バイラム・ハーンは失脚した後、1561年に、メッカ巡礼に赴く最中に暗殺された。そのため、アクバルが、アブドゥルラヒーム・ハーンを引き取った。アブドゥルラヒーム・ハーンは、アクバルの息子らと同等の扱いを受け、ママハハサリーマスルターンベイグムも、アクバルの日となった。 アブドゥルラヒーム・ハーンはアクバルに大変徴用され、大臣の一人となったばかりか、その重要な家臣団であるナバラトナの一員となった。さらにはその巫女、ムラードの後見人にもなった。1627年、アブドゥルラヒーム・ハーンはアーグラで死亡した。この年には、アクバルの孫、シャージャ・ハーンが皇帝となっている。ありがとうございます。